仕入れた商品が売れるかどうか心配とか、あとは仕入れたんだけど売れなくて困っているっていう場合の対処法について話したいと思います。まあこれは最近物販ビジネスを始めた初心者の方にとってのお話になると思うんですが、まあこれは物販ビジネスのやり始めの、まあ、これから頑張っていくぞっていう方に向けてのメッセージになりますけども、前提として商品を有在庫で仕入れてそれから販売するっていうやり方の話になるんですけど、 方法としては3つあるんですけども、まず1つ目は、えー、過去1ヶ月で実際に売れた価格を調べて、その価格に合わせるっていうことが、えー、重要なポイントです。まあ、本来リサーチをして商品を仕入れますよね。その時に、例えば、 1>, 1万円ぐらいで売れるかなと思って商品を仕入れて、まあ、1万円で売ろうと思って仕入れてはいるんですけども、まあ、出品しようとすると、ちょっと欲が出てしまって、ちょっと高めに出しちゃおうかなとかって思っちゃうことがよくあるんですけど、まあ、それをですね、そのまま高めに出してまあ忘れてて、なかなか売れない売れないって言ってる方が非常に多いんですね。ついつい欲が出てしまって、高めで出してるっていうパターンですね。 で、なかなか売れないから、例えばヤフオクとかで1円出品とかして、まあ赤字になっちゃったりとか。 トントンになっちゃったりとかっていう、そういうパターンが結構見受けられるんですね。大事なのは、実際に売れた価格を見るってことなんです。で、えー、メルカリであれば、その商品を検索して、で、売り切れに絞り込んでですね、で、実際に売れた価格を調べることができます。で、できれば、直近1ヶ月ぐらいで、実際に売れたものが複数あるのがベストです。まあ、2個とか3個とかあれば、おそらくその価格でまた買う人はいるだろうというふうに推測できますので、できれば複数がベスト。そして、 なるるべくくく直近1ヶヶ月月長てててても2ヶ月ぐらいいの間で実際に売れてる価格を探してみてくださいで半年とか経ってると相場が変わったりしてることがあって例えば前は2万円で売れてたのに今は1万5千円になってるとかっていうこともたまにありますので,で直近1ヶ月っていうところも注意して調べてみてください ただこの時に過去売れた過去相場を調べると思うんですけども、最安値じゃないと売れないのかなっていう風に勘違いしてしまう方がいるんですけど、最安値じゃなくても売れることはあるんですね。例えば過去1ヶ月で1万円で売れた履歴があって、あと9500円があって、あと6000円があったとしますよね。 そうすると、6000円じゃないと売れないのかなって、当事者になると思っちゃったりするんですけども、まあ、1万円とか9500円で買ってる人がいるってことは、その価格でも買う人はいるってことなんですね。ですから、最安値に合わせる必要は必ずしもないよっていうことを覚えておいてください。はい、二つ目はですね、え、出品の基本的な力をつけるっていうことですね。うん、まあ、物販ビジネスってシンプルで、まあ、物が人気があれば、 買ってもらえるっていうのはあるんですけども一点だけ難しいところはですねその現物がないってことなんですよ皆さんは出品者だから手元に商品があるんでどんな商品かっていうのはわかるんですけどもお客さんはスマホとかパソコンで画面越しに見てるだけなんで その商品がわからないんですね。ですから写真がすごい下手くそだったりすると全然魅力が伝わらなくてなかなか売れないっていうことになります。あとは商品タイトルとか説明文とかですね、その商品をお客さんが探すときにですね、まあキーワード検索で探しますよね。その時のキーワードが商品名とか説明文とかそういうところに入ってないと、えー、検索結果に出てこないっていうことになるんで、基本的な商品名の付け方だったり説明文の付け方っていうのを守る必要があるんですね。まあ主に言うと、 商品タイトル写真説明文あと価格ですねこの4つがポイントになりますこれを基本通りできてるのかなっていうのを確認していただいて売れない売れないとかって心配したりとか、ね、むやみやたらに心配するのではなくて、まあ、練習試合をやってるみたいなもんですから実践しながら自分の力をつけるぞっていう気持ちで取り組んでいただければどんどんスキルがついてきて 早く高く売れるようになってきますんで、出品の基本的な力をつけるっていうことを意識してください。で、三つ目は、商品数を増やすっていうことですね。例えばメルカリだとして、商品が1個しかない場合っていうのは、これはやっぱり売れにくいんです。で、それが10個とか20個とかって増えていくと、その商品が増えることによって、いろんなキーワードからあなたの商品ページにお客さんが集まってくるんですね。例えば、1個の商品ページを見られたとします。 で、その次にそのお客さんっていうのは、あの、プロフィールから出品リストっていうところに行って、で他の商品を見てくれて、それを買ってくれるっていうパターンもあるんで、商品の数が増えれば増えるほど、アカウントにお客さんが集まってきて、売れるスピードが速くなってくるっていう現象が起きるんですね。 なので、まずは商品10個ぐらいを目指して数を増やしていくということをするのがいいかと思います。まあ以上、商品が売れなくて困ってるとか、売れるかどうか心配っていう方に向けた3つのポイントですね。対処法なんですけども、1つ目が過去1ヶ月で実際に売れた価格を調べてそれに合わせる。で、2つ目が出品の基本的な力を身につけるということですね。 商品タイトル、写真、説明文、あと値付け、価格ですね。これを基本ができてるかっていうことを確認して改善していってください。で、3つ目が商品の出品数を増やすっていうことですね。また1個とか2個しか出してないよっていう方はまずは10個。で、10個できた方は20個、30個って増やしていくことによってどんどん売れやすくなってきますんで、アイテムの出品数っていうところも意識してやってみてください。まあ、さらに詳しい話を聞きたいよっていう方は私は今まで2冊の本を出してます。 アマゾンとかでも購入できますので、そちらの本を購入して読んでいただけると具体的なことが書かれています。あとは無料のメールマガジンというものも配信しておりますので、そちらでも書籍に書かれてないような話もしていますので、まだ登録されてない方はメールマガジンの方登録していただいて、無料メール講座を読んでいただければ、さらに詳しいテクニックを吸収して、まあ、売り上げとか利益を伸ばしていくことができると思いますので、ぜひトライしてみていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。